言えたからさ。間違えたやろ。いや、間違えない。L1 押さなあかんのにさ。L1 押し忘れ、あめ。また、水場の中入ってしまう。よし。こっちじゃないっす。相変わらずね、まだ慣れてない。この地図の、もう。綺麗な水、ナイス。なんかあるやん。魔導書の切れ端。うん。やっぱり晴れると気持ちいいね。ここにもいるやん。よーし。ここがいいのか、ここか。ありがとう。なんかあるやん。いろいろ、いろいろ。咲いてんな、ほんま。どんな素材も無駄にならないからね。そうやね。見つけた。いやー、ありすぎ、バッサー。ちゃ、間違えた。ライザなら、有効活用してくれるよね。あ、降りてないっす。あ、ミスるな。よく。バッサー。昔からなぜか、バッサムギだけすごくなんか、気合い入れて言ってしまう節がある。言ってる場合ちゃうんやけども。ティアー！よし、行こう。全部取った。どうも。ないな。やったー！ちょ、待って、危ない。発見！よし。アイテムとか忘れたりするからね。どこで行ってねえけど。ああ、ここに犬がいた。よーしよしよしよし。もらった。壊れた道具か。何や。おお、またいた。よーしよしよし、そこがいいのか、ここがいいのか。ウニ、あ、ありがとう。ウニどっちだか、あの犬。ウニが好物とか、あ、またいるね。にゃお。お、サルティン、サルティン。サルティンがいる。サルティンがある。よし、ようやく来れた。あ、ちょっと待った。まだいた。まだいたって、まだあったよ。おー、レントとクラウディア、登場！クラウディア！ライザー！久しぶり！元気だった？お母さんは大丈夫？ルベルタさんとはうまくやってる？商売は順調？ね、全部全部、いい感じだよ。よや、ああ、男どもはなんでカッコつけるかな。本当はすっごく嬉しいくせに。俺たちは数ヶ月前までオートで一緒だったんだよ。今さら喜んだりするかっての。久しぶり、ライザ。今度はいい感じの再会だね。確かに。で、俺たちを呼んだってことは、かなりやばいんだよな。まあな、正直なところ、かなりで済めばいい方だ。側便には手紙には書けないってあったから、錬金術の関係？そういうこと。一応解決の手がかりもある。というか、すぐそこに浮かんではいるんだけど。二人はもう見た？うん。少しだけ船を回してもらって、遠くから見たよ。遠
ガキの頃から見慣れた景色にあんなもんぶっ込みやがったの、どこのどいつだよ。とりあえず、島の現状を伝えないと。島の中枢を見てもらうのが早いかな。来た！アウディアー！メンバーリコ終わったー！成熟したクラウディア。いや、言い方危ない、言い方危ないよ。こっちも、マッチョ化が進んだ。レント。やってきたー！それじゃ、中枢に向かおう。中枢に向かおうと。どこや、中枢。こっちか。なんだ？ん？買い物はないよ。どうしたよ。なんだこりゃ。どうなってんだよ、一体。島の状態は安定してるの？一応は。でも、向こうの島が時折変な力を放つせいで、空間島にも地震が起きたりで、調整が大変だよ。本当は、タオがこっちにいてくれて助かったよ。もし私だけだったら、めちゃくちゃになってたかも。夏季休暇様々だな。今度みたいな干渉は、うちの蔵書にも載ってなくてさ。制御装置の方で調整の操作法を洗い直してるところ。あれ？変な力の干渉って、もしかしていきなり現れた島も空間島と同じ？うん。人工的に作られた島、かもしれない。それを調べるために、精鋭に集まってもらったってわけ。なるほどな。お目が高いぜ、錬金術師さんよ。久々の本格的な冒険ってわけだ。まずは、お前たち4人でな。え？なんだ？今さら遠慮するってのか？そうだよ、せっかく一緒に。そういう話じゃない。父さんが先の偵察で戦闘があったと聞いてから、俺が同行するのに強く反対してるんだ。ああ、そういえば、あの時はモリッツさんに内緒で、偵察隊の船に乗り込んできちゃったんだっけ。その勇み足の罰だ。甘んじて受けるさ。それに、せっかく揃った4人の冒険を邪魔しちゃ悪いしな。ひん、柄にもない気遣いしやがって。でもまあ、そういうことなら。お言葉に甘えさせてもらおうかな。4人で冒険か。ワクワクするね。うん、なんだか始まった気がする。こっちはいつでもいいからよ。準備ができたら向かおうぜ。よし。それじゃあまずは、私たち4人で、あの島まで冒険に出発しよう。冒険家の旅だりしてたせいかな。空間島はまだマシに見えるぜ。マジで？行こうか。ならば島に。ん？あれ？ここか？あ、ここで当てたっぽい。俺からも頼む。もちろんだよ。行こう。
懐かしいからね。中入っていって、見ていこうか。懐かしい。でも、昨日のことのように思い出せるよ。ああ、あの冒険、思い出さない日はねえよ。戻ってきた。また始まるんだって感じがするよね。綺麗にしておいてくれたんだね。当たり前でしょ。ここはみんなの隠れ家なんだから。少し休んだら軍島に向けて出発するか。うん、しっかり準備を整えて島に向かおう。うん、ブラモを調合するの。やってるけどな。どれにしようかな。やってるけどな。何やろな、この感じな。あ、黄色か。なるほど。レベルアップ。レベルアップップ。こんな感じかな。これでいいんだね。よし、行け。行ってまえ。完成。来たこれ。高速しよう、いいね。ご予約さん言ったね。調合で作成したアイテムは高クリスタルに装備することで効果を発揮できるようになっただけになりますと。なるほどね。オッケー。ついに、戦闘準備で、ライザに装備かな、最初はね。うん。クラウディアにも、しとこう。で、何作ろうかな。グラスビーンズちょっと作っといた方がいい。材料は、それはすごく思ってる。よし、行け。レッツゴー。完成。グラスビーンズ。どれにしよう。お、新しい、あ、待てる。何どうしたん。いざ、島の冒険へ来たね。こっちじゃな。戦闘準備の方で。ライザ装備。これやろ？クラウディアに、ショー！いいね。やって、タオに、もたそく。これはいる。うん。これは絶対いる。お、いるな。久しぶりに会えて嬉しいな。一年ぶりだよね。手紙でやれてるすぐもいいけど、やっぱり直接会うのが一番だね。そうやね。よし、じゃあ行きますか。こんだけやりゃ多分行けるんちゃうかな。なんて思ったり思わなかったり。で、どこかな。アイテムは大事。アイテムは大事と言います。クラウディア・ドレントはどう？あれから一年、変化はあった？私は、ずっと仕事と向き合ってたかな。頑張って先に終わらせてきたんだよ。俺はまた剣の腕を上げたぜ。魔物と戦うときは任せてくれ。さすが。二人とも、より一層頼もしくなった気がするよ。うん、そうやね。ようやくえ。ようやくえだよ、ほんま。行こう、ライザ。うん。クラウディア。
CC が十分な状態で、ああ、四角を押してアイテムを選択。四角な。ウェイク。うん。ナイス。これで OK。うん。L1 を押しながら丸か四角を押すと、シフトスキルで攻撃キャラクターと入れ替わります。シフトスキルは通常攻撃中や、スキルチェーンの中でも発動できます。おー、なるほど。なるほどね。おう。で、どうすんの？うん。あ、なるほど。L1 を押しながら四角で、シフトスキルを発動した後、続きでスキルを発動やろ。あ、こういうことね。理解した。うん。魔法ダメージを与えてくれ。ああ、なるほど。今回もあるんやね、やっぱり。うん。アクションモードの条件は通常攻撃では達成できません。ここにはスキルでアクションモードの条件を、スキルでアクションモードの条件を達成してみましょう。任せて。オッケー。おー、すごい。うん。シフトスキルやアクションオーダーで味方の連携することで戦闘を有利に進められます。以上でチュートリアルは終了です。ここで順に戦ってみましょう。なるほど。うん。オッケー、足やりで終了。この調子でいいね。AB を住所を押して達成させるコマンドですと。クイックアクション。をすると、使用すると、自身の残り待機時間に関係なく、即座に行動することができます。ただし、考えるコマンドはアイテムのみになります。ヘルプで確認ができます。うん。チアーみんな、敵よ。うん。成長を見せてあげるよ、剣道よ。やってやろうぜ、お願い。ライザー、私に任せて。えいだよ。おお、なんかすげえこと起こって、あ、うわ、すごい。おお、しまった。まだ、あ、まだいた。タオにやっとこう。あ。いけー！ありがとう、ライザー。よし。せーの。せっけない。よし。まだまだ。終わりだ。いい修行になったぜ。うん。まだまだ戦えるぜ。てよ。せやー、ウエスベリーナイス。あ、発見。あ、いいでもいっぱいあんな、ほんま。どうだ、せいや。せやー、よし。せやー、うん。オッケー。ここら辺ちょっと取っとこう。見つけた。いいね。
じゃあこのまま僕の方入っていこうか。えい、ー、オッケー。ナイス。お、まあ、これは。チヤーこれだな、ほんま。勝手知ったる風剣刀も、レコガニの手に返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。よっ、それもそうだ。あれ、どっから登れる？お、なんかあった。よっ。ウニ！あざっす。おっか。なるほどね。発見。怖い。プリプリ。怖い。よいしょ。ナイス。やってやろうぜ、タオ。成長を見せてあげるよ、感動。お願い。ライダー、私に任せて。終わらせる。それでいける。クラウディア。とどめだ。終わらせる。お、負けたぞ、クラウディア。私の全力だよ。よーし、ナイス。連続だ。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。見えた。見たのか。どうだ。終わった。まだいた。最後だ。負けるよ。まだいける。どうだ。見える。よーし。はい。終わり。勝ちだね。まだ強くなるぞね。いいね。ナイズのレベル上がるね。強くなれたみたいだ。みんな無事でよかった。ほんとさ、あ、始まったね、また。イベントが、イベントというかストーリーが進みましたね。そういえば、クラウディアと最初に会ったのも森の中だったよね。ああ、懐かしいね。ちょっと思い出すのが恥ずかしいけど。あの頃と比べるとクラウディアも立派になったよね。まったく、お前はクラウディアの親かよ。いいな、こういう関係。えい、あれ、ちょっと待って、これはコピットって、いや、言いにくいな。こっちもか。それ。コピットピニオン。これは無理か。これそれは無理なんかい。それ。あれ。ああ、いけない。発見。みんな、敵だよ。プニー。行こう、それで。クラウディア、一緒にやっつけ。わ。かな。それ。終わらせる。任せてよ、ライダー。あれ？ああ、待って。あれ？なんで？オッケー、ライス。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。あっちゃ。おっと。2個ほどいるね。それぞれ。そんな気するな。みんな大丈夫だった？あかんのかい。とりゃー。はい、ひえ、はい、とっとこ。それ。この前、旅先で私のことを知ってる人と会ったんだ。おお。有名人じゃん。そんなことが。取引先の人か。あれ、正体もどんどん大きくなってるな。発見。うん。どうだ。よいしょ、ナイス。破壊シーンやねん、もう。せーの。もう
カゴがいっぱい。マジで？なら言うわ。なら言うわ。一旦戻るか。で、こっからやっていこうか。何を使おう。さてと。ね。ここまでは来たから、ここまでまた戻ってきたらいいとして。一旦、ちょっと、隠れ家戻る。たまに懐いてくる魔物がいるのよね。うん、昔やったらプリとかいたね。なんだ、どうした？ライザー、それって、私がライザーに送った手紙？うん、そうだよ。やっぱり、前にもライザーに見せてもらったことがあるから、そんな気はしたんだけど。あれから一年の間にもらってる分もあるから、あの時よりはさらに増えてるかな。すごい量だな。よくこんなにたくさん手紙書けるよな。俺にはとても真似できねえ。僕もだよ。文字を書くことは多いけど、手紙なんてそんなに書いた記憶がない。確かにちょっと書きすぎかも。私、いいんだよ。私、クラウディアから手紙もらうたびに嬉しくなって元気になるんだから。それならよかった。それより、私この手紙見てて改めて気づいたんだけどさ、クラウディアって字が綺麗だよね。え、そうかな。うん、最初から綺麗な文字だなって思ってたけど、どんどん優雅になっていくっていうか。どうして？自分ではそんなつもりはなかったけど、でももしそうだって言うなら、私の仕事の一つが書を書くことだからかも。どういうこと？私ね、取引先とかに手紙や書類を書くことが多いんだ。多い時はそれこそ毎日のように。それに仕事で書いているものだし、相手のあることだから丁寧に書かないと失礼になるじゃない。そういう書を繰り返し書いてきたから、ちょっとずつ変わってきたのかも。はあ、なるほどね。何事も反復練習が必要ってことね。私は全然だからな。でもライザの文字も素敵だと思うよ。その、なんというか、力強くて。言いつくる必要はないぜ。確かにライザの書く文字は力強いと思うけど、どちらかというと強端とかそういう感じ。まあ可愛らしさみたいなのはこれっぽっちもないよな。ライザっぽくていいんじゃないかな。ぐぬぬ。ライザとんまい。ライザとんまい。あれ？あ、コンテナあった。あ、これはずっと持ってるんや、映るの鍵。いや、捨てない、捨てない、捨てない。ん？あれ？コンテナ今どんだけある？オールではなく、この中に入っているものは、あ、やべ、なんか嫌なやつ。待ってた。R2 で拡張？はぁ、なるほど。捨てるしかできないんだが、あれ？戻すことできない。俺これ終わったんじゃね？可能性として。これ一旦取ってみよう。集めておこう。いや、取れるわ。普通に取れるわ。あ、オッケー。よーし。勝った。ほんとかい。
どこ行ってたっけ？